壮絶バトルの連続ベスト8。ベスト8のうちシードが4名という波乱の大会。シードが上位選手の威厳を見せるのか、もしくは対戦士の下克上が起こるのか。森戸さん、勝ってきましたよ。勝ってきましたよ。今日は何度も言うけど、本当に神が降りてきた、連れてきちゃったから、今日は多分行っちゃうよね。本当あれ、また神が来たんですか。神はね、すごい電話一本で来てくれるから、30分以内に。辻君、俺も神の電話番号知りたいって折戸に言っといて、うんうん、聞いといてください、電話番号。はい、後で言っときます。はい、お願いします。共にスピードを信条とする両者、勝つのはどっちだ。さあ、今日は神が降りてきたというこの折戸学。このまま勝ち上がることができるかどうか。赤黒のマシン、スーパーが来た。折戸、後ろから高山健二。さあ、高山もイーグリドだ。あれ、やられた、やられた。折戸のスピードにやられた。いや、これは本当に神なのか何なのか分かんないんですが、降りてきてるのかもしれません。いやー、これはなんかちょっと本当変なもんが降りてきてますよ、これ。さあ、どうだ。大きなアドバンテージを持ってっている。折戸学、ミスがなければベスト4進出を決めることができるかどうでしょうか。高山、変わった変わった。高山源氏、そして折戸学が減点はあります。高山がこの走りは、高山が非常にいい走りを見せている。折戸がちょっと引っかかったミスがありました。しかし、もちろん1本目の差が大きいということで、ベスト4進出はなんと折戸学です。それぞれの角度が全然違いすぎた。危ない危ない危ない。いや、僕はとにかくオートポリス以来この男はうまいと思ってませんから。とりあえずベスト4、とにかく今日は決勝に行きたい。相手のミスで勝ち上がった両者、これで調子づいたのは中村直樹が前に出て、後ろからゴールドのマシン、水畑。さあ、水畑がフィントを入れて先振りかけていく。しかしラインがちょっと小さいか。中村直樹、水畑力。さあ、水畑が勝負に上がった。水畑戻った。先振りは良かったんですが、ラインが小さいところと、そして戻り、ほとんどこれは差がありません。ということは、水畑が頑張ったと。先振り頑張りましたね。ベスト4にはどちらが勝ち上がるか。さあ、水畑、そして中村直樹。中村直樹が入っていく。中村直樹がすごいビタビタを見せている。中村直樹のビタビタ、これの追走。中村がものすごい走りを見せた。なる、直樹ムカつく、うめえなあいつ、クソ。これはあの走りを見てしまいますと、その後の走りはまあもう大きな減点にもならないと、はい、いうことだと思います。見事なビタビタ、ベスト4進出、中村直樹です。 T1 シリーズチャンピオン同士の対決は後味悪い展開。さあ、これも面白い対戦だ。今村が来る。さあ、後ろから川端。さあ、今村が振ってから川端が近づいてくる。近いぞ近いぞ。さあ、どうだ、近いところを来る。さあ、これは寄ってったけど、ビタビタにはならない。いかない。これはビタビタには回ないか。これは全体でコンマ5ですから、ほとんど差のない、ほぼイーブンという走りだったと思います。さあ、川端が振って、今は先振り、超先振り。さあ、どうだどうだ。ビタビタを見せる今村。陽一が飛び込んでった。さあ、ここでちょっと戻った。当たったのか多分当たったね、これね。やめないで、折戸みたいな何事もなかったようにいけないもんかね。まあ、踏ん張り切れるか切れないかという判断でしょう。要するにそれはで、切れないから、まあ、あったということなんでしょうね、おそらくね。スタート地点へと戻ってきた両者に状況を聞くスターター。
いや俺的には失速だと思ったの。だってあそこまで立ち上がってくれなかったら俺もぶつかっちゃうし、でそのまま行ってくれるんだったら行ってくれると思ってたから、だからどうか分かんない。それは体が失速してないって分かんないし、いやポンって当たって角度がプイってついたんで、でそこではみ出ると思って戻したんですよね。普通にまあ走っては走りました。以上の話を審査席へと伝え、ジャッジは下された。勝負ありです。ベスト4進出、今村陽一です。ちょっと息が合わなかったね。すいません、ちょっと気持ちよく入ってたんですけど。馬人時田、野村との対戦に続き、佐久間ともサドンデスの連続。初の顔合わせ、時田正義ゼロクラウン先行、後追い佐久間達也 S15。 さあどうだ、まずはイーグリ時田、そしてその後ろから佐久間が入り込んでくるのだ。さあ佐久間が近寄っていく、佐久間がちょっとフェルネイカ引いて、もう一回飛び込みたい、もう一回飛び込みたい、いいよ、いい距離で入っていった佐久間達也。時田にお店がないという形で茶さんは5分です。そして大さんは 5.5、 時田上本さんは5分というところ。ベスト4進出をかけた戦い、入れ替えの2本目。さあどう来る、先ぶりに近いかな時田。さあそこから角度は佐久間もある。勝負つかず、時田まずいし、再びまたサドンデス戦いを持ち越しました。いいね時田、いきなりの勝負に入ってまいりました。さあ来るクラウン、後ろからジルビア先に打ってくる時田。さあしかし近いぞ、さあちょっとインに入ってくれば近い状態で、さあちょっとシフトミスがあったか、どうも大丈夫か、ごまかしながら、そして引いて、おっとギリギリ引いてった、うまい佐久間、ここはうまい佐久間、ここはうまい、見事な佐久間の取り返しと、はい、全員5分という判定になりました、はい、さあ入れ替えの2本目、佐久間達也先行、後追いゼロクラウン時田正義。さあ佐久間が来る、後ろから、おっとちょっと戻った、いい振りをした、これ時田なんですか、しかし、ダメだこれ、なんだこれ、もうめっちゃ来た、なんだこれ、なんですかこれ、一言いい、いいです、走りはひどいんだけど、はい、面白いよね。鈴木君、はい、ボレロより面白い。そうですね、それはもうもちろん分かってます、言わなくてもね。もう一本ずつサドンデス突入です。やってもらいましょう。さあゼロクラウン時田が来る、後ろから佐久間達也が、さあ降ってきた佐久間が来る、後ろからどう来る、しかし逃げる時田が、逃げる時田が追う佐久間、佐久間の大アンダー、大きな大きなアドバンテージが時田正義に入りました。チーム東洋タイヤドリフト、佐久間達也、後ろからチームグッドイヤレーシング、時田正義、さあここも同時ぶり、さあ佐久間が、あ佐久間がおかしい、さあ、はい、ちょっと佐久間がおかしくなっちゃいましたね、なんかね、うん、やっぱね、仙台に比べたら暑いからね、この蒸し暑さにやられた、そこ来るんですか、滴り落ちる汗で自慢のリーゼントも張り付いたわかめ状態の時田。サドンデスやりすぎ。